今回の企画でございます、はい、野球部の地獄の夏合宿のサボり方。これからの時期夏合宿ってあるでしょ。始まる野球部で言うたら3年生が大会で負けてその後に新チーム、まあ夏合宿ってそうやね。新チームの時にみんなで協調性を高めるためにチームを一つするためにするのが夏合宿やね。なるほどね。そう、それが始まんでも今から始まる時期なんで、これも僕らのチャンネルのリスナーさん、球児の皆さんは早く今か今かと早く教えてくれたら間に合わないんじゃないかって待ちわびてると思うんですよ。で、これ動画見た時にピターってなってそう、もうギリギリ間に合いました皆さん。はい、ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。なんで今回は夏合宿中のこれは練習ももちろんですし、ご飯食べる時もそうやし、食事入る時もそうやし、寝る時もそうです。もう要はもう生活すべてが合宿なんで、もうきつい場面はどこにでもあるわけでしょ。要所要所のまあサボり方、サボりテクニック、監督にいかにバレずにうまくサボれるかどうか、それがもう今回で。すごい今日気合入ってんなマジで。行きましょうということで、行きましょうか。バチコイ。はい、じゃあ今からやっていくんですけど、まず一つ目のシチュエーションはどういう時ですか？ノックとか、まあそういったものがメインに言われるかな、これは。練習中のノック練習ね。で、うまいサボり方があると。そう。これはまあ前回出しました、わざとエラーするとか。これもまあ使えるけど。うん、使えるけど、それはまあ皆さんオプションとして使ってください。はい。夏合宿ならではのがあるんですね。あるな、地獄の夏合宿っていう時に使える、これは。なるほど。沈黙の時に狼となるべし。何を言うてんの。沈黙の時に狼となるべし。わかった。わかったわかった。みんながこう「あらあら」言ってる時に声を出さずに静かにしといて、こうサボっとくと存在感を出さずに、みんなが後半こうやってできた時に「石川さんうらー」っていうことで、それまでサボったんだけど、そうかなかなかのガッツだって思われる。彼分かってるわね。成長してる。そうやろ。もうだいぶ爆発を踏んできてるから。まあこれはだからサボり方っていうか、まあ評価の上げ方にもつながる。そうそう、まあこれをやることで、まあさっきお松さんが言ってくれた通り、みんながガーン出してる時は体力を温存する。まずこれ一つやろ。で二つ目に、そういう沈黙が来た時にマックスの声を出せる。なるほど。だんだん声枯れてくるやんけどマックスの声出せる。なるほど。で三つ目に監督のアピールできる。なるほど。いわゆる声出しってしんどい一つやん。そうやね。めちゃくちゃ体力なあれ結構なくなるもんや。だからそれをサボれるってことか。そう。うわ、一発目からいいのきましたね。これまあ夏合宿じゃなくても使えるね。そうそうそう、もうしんどい練習の時とかノックとか常に使えるかな。特にまあ合宿のノックは地獄やから、そういう時にぜひ使ってください。はい、お願いします。完璧でございます。2つ目いきましょう。楽しい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 。いこうか、次のシチュエーション。まあ夏といえばやっぱあるどこかに入りたいってものがある。はい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 。それをまあ何かっていうのよ、っていうのがシチュエーション。まあ練習疲れて入りたい場所みたいな日陰でしょ。行くよ。はい、行くよ。はい、漆黒に酔いしれるべし。何を生きて言ってんの。でいうと、夏場は日光が暑いから漆黒っていうのは日陰のことだと思う。そうそうそう。日陰に逃げたいと。で酔いしれるはそこでこう休めってことだと思うんだけど、違うよ違うよ。その仕方を教えてってことよ。だから例えば練習始まる前とかに自分たちの荷物とか置いてるとこって大体日陰やと思う。集合とか言われても一番最後ギリギリまで日陰に寄って、だからちょっと自己中になるかもしれんけど、集合ってやると一番最後に休憩とかできる時に体温をこう下げとくっていうので、実際パフォーマンス力を上げるっていう理由にもなるから。だからティーバッティングとかで裏でバッティングするときは常に日陰で練習することがほんまに大事なポイントだと思う。俺らあれやで、こうノックとかしてるときも電柱の影とかさ、こんなちっちゃい影やねんで、それでも漆黒なんや。そこでこうやっていやいやノックできへんやん。ティーバッティング打てへんやん。なるほどね。それぐらい日陰をどんどん追い求めてくださいってことですね。そういうこと。オッケー、3つ目のシチュエーションお願いします。いきましょうか。練習終わりました。はい、練習終わりました。今からご飯よ。お昼ご飯。これは晩ご飯。晩ご飯。晩ご飯食べるときめちゃくちゃ晩ご飯いっぱい壊されるやん。食トレっていうきつさもあんのね。合宿晩ご飯むちゃくちゃ厳しいやん。これもまたきついと。はい、いくよ。銀シャリは頂点に君臨するべし。その後の割り方が一番だけど、銀シャリとはまあお米のことだよね。お米を頂点に君臨さす。でだからお茶碗をこうするってみたいな。お茶碗にこうてんこ盛りにしてこうアピールするって意味じゃなくて、じゃあてんこ盛りして食えへんぜ。減らさなあかんねん。てんこ盛り見せたいね。中に具を入れる。はい。でも具入れたら結局具食わなあかんよ。具は食ったらええねんって。一番困るのは具は食ったらええ。一番困るのは米を入れることが困んねんで、ご飯なんかご飯おかわりせえとかそういうノルマって課せられんねん。その時におかずの量って大体決まってんねんて。だから例えばお茶の中に唐揚げを5個くらい入れて、それバレんねん。バレんバレん。その上にご飯をやったらこんだけでいいねんって。ご飯ってさ、こうなんていう質量っていうからこうびっちり入るやん。そう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 。一粒一粒がちっちゃいから。唐揚げってゴツゴツしてるからこうスペースができんかった。訓練にしたら、お前ちゃんと食ってなかった。満タンです満タンです。いやいやこの辺茶色で出てない。隠しよ隠しよ。ああなるほどね。今どんぶりの逆みたいなイメージか。そうやな。唐揚げの逆で下を唐揚げにして上ご飯することでてんこ盛りのご飯をこうがっついてるように思わせる。それで20杯ぐらい10杯ぐらいおかわりしとったら。こいつすごい袋してるんだにしても10杯はすごい普通にすごいから唐揚げ食いすぎやします。まあでもな中の具材は変えれるもんね。変える変える変える。なるほどね。そういうことよ。なるほどこれもいいですね。食事面でのサボり方素晴らしい。そうやろやっていきましょうか。はい4つ目のシチュエーションお願いします。はい練習終わってご飯食べました。でもう疲れて寝たいやん。もうここからはもう要は天国の時間じゃないの。天国の時間なんやけどまあこれまあ1年生に向けたメッセージでもあるかもしれん。1年生はここでまだきついんか。まあきついな。なるほど。一日の終わりは冷えピタで締めるべし。冷えピタ貼って、ね、夜寝るとかそうやねんけどそれはあってんねん。もうただ冷えピタ貼るだけやねん。ただその意味が2つある。なんで貼るか。それはだって夏合宿で体ほてってるから暑さを夜のうちに逃がしとくことは大事なんじゃないの。それ一つ。それだけよ冷えピタ。もう一個あるよ。あれか心配してもらえるみたいな。心配近い。ただこれ俺は最初に言った1年生に向けてのメッセージでもある。だからお前ちょっとあ体調悪いんかおうええわ洗濯ええわ俺やったろわみたいな。ほぼ正解。どうなんだ。例えばこの寝る時って先輩からこうパシられんねん。マッサージせえとかそうよね。日頃磨いとかいいけどその時に冷えピタつけてって寝とったらさ、あいつちょっとしんどそうやしやめとったろうかってなって。待って全部正解やん。なんでほぼつけたん。もう正解やん。いやほぼやな。なんでほぼつけたん。俺はマッサージつけたかった絶対に。あーだから洗濯かマッサージやったとちゃうじゃん。パシリよ免除されんねんからこれほぼじゃなくてええやん。もうあれよちょっと多分書いてる冷えピタの裏書いてるこれ冷えピタの裏に書いてんの。書いてる書いてる。パシリ免れる時に使用するべしみたいな書いてる。絶対書いてるからなるほど。じゃあ1年生は夜パシリ丸から冷えピタ貼ることでちょっと僕へばってますかを出せと。そうその時しかも監督おらんからバレへんし。ああなるほどね。なるこれもいいサボり方ないでしょうか。そうやろ。これノック中もやってたやろ。ノック中やっとったら出される。お前大丈夫か言うて病院行ってこいって言われる。あほんまになる。多分それも書いてない。夜ぐらい練習中つけたから書いてないですよ。はい最後ですよ次。最後5つ目のシチュエーションお願いします。もう夜までいったからね。これは全部ひっくるめて大事なこと。あ今までの全ての間でどこでもできるサボり方があると。うんなるほどお願いします。友情タッグするべし。わかった。要は同じ部員内で手を組んでサボり合えってことやろ。ベストパートナー。そう合ってる。ちょっとめっちゃ生きたよマジで。だから日陰の時とかもうまくお互いができるようにもそうやし冷えピタも2人でこう張り合ってみたいなこうやってこうやってそういうことでしょ。なんだよね。まあそれそういうまあお互いで協力してサボるっていうのもそうやねんけどまあこうティーバッティングでこうバーンって振り回すとかあんねんけどあれをうまいことベストパートナーと噛み合ったら監督が見てない時にこうボールとかを何球もこう振らずにフォーカしてくれたりとかトス側がそうだよその時やってパパって投げてくれんねん。うまいことサボる。ありがとうなマイパートナーみたいな。その時言うたパワプロで言うと友情タッグっていう感じ。あれねあれね多分サボりのマックスがキャーンってこうパン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 ってボール逃がしていく。そう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 かお前その時ソウルとか打球とか何も動かへんからね。今日はあれさパワーとかさ送料とかプンプンってレベルアップするやん。何も動かん。サボりだけブイーン。むしろ送料がちょっと下がっていく。下がる下がる。あかんやんけお前。いやでもまあ大事ですよね。サボるときにパートナーとそうタッグを組んで。そうそうそう。でもさこういう時さ例えばよおいマイパートナー今日サボろうぜって言ったら何言ってる翔太俺らこの合宿で強くなれてんだ俺はサボんねえぞって言われたらどうするの。お前とは気が合わん。他とめお前が悪い。それ全員したらどうする。じゃあお前がタイム監督こんなモチベーションの部活ではやってられませんってなんだ。お前マジでアンチ来ても知らんからな。俺の意見じゃないからな。助けてら頼むから知らん。お前知らん。はい冗談ですよ冗談ですからね。まあ要はちょっとサボりたいなって時はみんなで協力しちゃえばサボりやすさ上がりますよ。そういうことです。はいという感じで僕たち監督コーチが教えてくれないスポーツの情報をどんどんお届けしてまいります。今回のね夏合宿のサボり方まあもしバレた時は責任は一切負いません。俺のほんまに5つあったんでぜひ特に1年生とかでグループラインに拡散してもらえたらな。使ってくださいほんまに。SNS でアメンプラスのおかげだっていうのをねツイートしてもらえたらなと。そのツイートが監督にバレても責任は一切負いません。無責任な YouTuber やな俺らマジでっていう感じですね。はいこんな感じでスポーツの情報を届けていきますのでぜひチャンネル登録して次回の動画もお待ちください。 Twitter、Instagram もフォローしてください。それではありがとうございました。